注意、このゲームはクソゲーです。最初から宣言されてる。多分頑張ればすぐ終わります。時間を無駄にする可能性がありますが我慢してください。どういうこっちゃ。白と黒しかない部屋で猫は寝る。ということでね、今回こちらのゲーム、やっていきたいと思います。脱出ゲームだそうです。あ、猫ちゃん寝てる。起きると自分は真っ白な部屋にいた。全く状況が飲み込めないが、とりあえずこの家から出る方法を見つけよう。どこを調べる？なんだこれ。床の穴。女の子なんだ、主人公。見ての通り穴だ。どっからどう見ても穴だ。どれだけ見ても穴だ。でももうちょっと詳しく見たら穴じゃないかもしれない。穴を詳しく見る。はい。やっぱりただの穴だった。なんじゃそりゃ。猫ちゃん見てみる？見ての通り猫だ。すやすやと眠っている。あ、それだけ？ゴミ。ゴミに近づいた。これなんかあるよ。ゴミの横の置き手紙を読むと、頑張ってケーキを作りました。熱々なうちに召し上がれ。ケーキっていうか、消し済みみたいな。いわゆるゴミではなく、ケーキだったらゴミ。食べますか？食べる。一応ね、作りましたって、あげるって言ってくれてるから召し上がれって。まずいんだ。見た目通りか。また。あ、エンドさん、8億年前のケーキ。どんだけ昔のやつ？誰？ 8 億年前の人からケーキ届いたの？ちょっともう一回見て、食べないの選択取ってみる？どう見てもケーキじゃない。ああ、それだけか。ピアノ。画面外にピアノがある。決してピアノの絵が描けなかったとか、そういうのではない。自分実はピアノ弾けるんだ。何か弾いてみようか。じゃあお願いします。100本桜。うん。何 ?100 本指。指が終わった。なんで弾けないやつを選択肢に入れた？はい。どこを調べる？じゃあ、猫踏んじゃった。踏んだったになってる。猫を踏むなぁ。猫が好きな制作者さんなのかな？ポスター。バナナがビキニを着てポーズをとっているポスター。バナナか。耳が悪い。本棚。見ますか？見る。1日目、床が抜けた。2日目。ケーキが少しだけ焦げた。3日目、タンスの中にいた猫に加えた。受けたピ。4日目、ピアノで指が折れた。5日目、本の紙で指を切った。ドジな人だな。スパッ。いた。くまちゃん。かわいい。こんにちは、僕、くまちゃん。ヒント欲しい？いや、今んとこいいか。そっか。それだけ？タンスの中に何かあるかも覗いてみよう。暗くてよく見えないな。あれ？向こうに何か、デリカシーのない人？向こうに何か。いや、だってここ自分の家でしょ。人の家だったらさすがに開けないけどさ。自分の家でしょ。別によくない？デリカシーは大切にね。じゃあ最後、ドアだ。パスワード。数字は半角で打たなければダメだよ。12345。はい。ていうか、なんで内側に鍵あんだよ。まあ、そりゃそうだ。じゃあ、本棚もう一回見ていいかな。2、経費が少しだけ焦げた。炭素の中にいた。猫に引っかかれた。4、ピアノで指が折れた。紙で指を切った。ちょっと待って、1日目なんつって言ったっけ？もう一回。1日目、床が抜けた。ゆけたぴほ。違うな。多分だけど、これが関係あると思うんだよね。1桁目、2桁目。だから5桁あると思うんだよね。数字が5桁だと思うんだけど、どうだろう。1、2、3、4、5桁だね。うん。5桁で、1日目、床が抜けた。全部数字、なんて、本がまずいから嫌いだ。本、まずい。じゃあ、見てみる。詳しく見ないにしてみようか。あ、さっきまで寝ていた猫が突然起き、あなたに体当たりをした。はいはいはい。いやー、藤子、エンド4、床直しとけよ。エンド 4？ なるほどね。床直しとけや。オッケー。この通りに死ねばっていうのもあれだけど、死ねばいいってことね。で、ケーキが少しだけ焦げた。ケーキを食べて、次、ケーキ、食べるね。よいしょ。食べます。ああ、ちょっと待って。エンド3。8億年前のケーキ。エンド2。で、あとはピアノで。はい。で、100本桜を。やりましたと。で、この本の通りに、1桁目とかのやつやってみるね。1桁目は、エンド1が何なのかわかんないんだな。床が抜けた、ケーキも違う、タンスにいた猫に引っかかれた。が、多分1番目だから、3日目、次が、次。あ、待って。床が抜けたが何エンドだ？まず床が抜けたがエンド4。で、2日目、ケーキで死んだのが、3。で、3日目、タンスの猫に引っかかれたのが多分1。で、ピアノで指が折れたが、5かな？ピアノで指が折れた。5。で、2じゃない。これじゃない？やったー。やっと家に帰れる。変な家だったが、この家は大切なことを教えてくれた。床が抜けたら直さないといけないことを。うん。いつのかわからないケーキを食べてはいけないことを。人の家のタンスを勝手に見てはいけないことを。人の家なの？これって。ピアノを軽い気持ちで弾いてはいけないこと。別にいいと思うけど、それは。そして、あ、でもほら、ストリートピアノだっけ？なんかそんなのもあるじゃん。どんちゃらピアノはどうかわからんけど。ん？地球は青かったみたいな。月がある。月に家がある。ハッピーエンド。地球は青かった。はい、ありがとうございました。あ、全部、共食いバンドなんです。いやーなんかでもまあ、すっきり、短い短編ですっきりするゲームだったね。短くてサクッと終わる。Thank you for playing. いやー、そうだな。まあ、確かに。でも、あなたのために頑張って作りました、みたいな書かれてたから、ね。食べないといけないような。でも、そうか、最初に目覚めた時になんか知らん部屋におったみたいなこと言ってたっけ？それはじゃあ人んちだわな。ダメだわな。ということでね、見ている皆さんも、勝手に人んちのタンスは開けないようにね。あとなんか、勝手に壺とか割ってね、ルピーとか回収しないようにしましょうね。ということで、終わりにしたいと思います。ありがとうございました。